お届けしております。お届けしております、FM ミタン防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ、先ほどはですね、弓炭村役場から7月11日木曜日に行われます不発弾の、処理があるということで皆様に注意を呼びかけます。また7月に入りまして、私たち FM 弓炭、そして弓炭村役場から放送します、防災無線の方からもですね、皆様に、多く呼びかけますので、ぜひその際にはご理解ご協力よろしくお願いいたします。さあ、それでは、本日の緊急時は786、ゲストをお招きしましてこの1時間お届けするんですけども、まず1人目のゲストでございます。それではですね、早速ご紹介したいと思います。きなくのですね、慰霊の日コンサートで本当に活躍されました、きなくの富樫さんです。こんにちは。はい、こんにちは。はい、ようこそでございます。はい、はい、さあ、富樫さん、少しお話をお伺いするんですけども、はい、どうぞ。6月23日日曜日、きな小学校にて、きなくの慰霊の日コンサート行われておりましたね。はい、今回で何回目ぐらいなんですか？慰霊のコンサートは3回目です。3回目。はい、そして今回第3回目を迎えます慰霊の日のコンサートなんですけども、まずこのコンサートを行おうと思った第1回目のきっかけってどういう形なんですか？きなくは5月30日に慰霊祭を、あざとしての慰霊祭をやっています。はい、そしてこの6月23日は、特別の行事がないと、いうことです。で、私たちも昔はこの日には、南部の方に慰霊の行事、県の主催のところ行ったわけですが、はい、まあ、もうそれも行かなくなりましてですね、せめて地域でですね、あんまり遠いということが原因なんですが、行かなくなったのはただそれだけなんですが、地域でやれないかなと。なるほどね。県と一緒の時間帯でもいいし、ちょっと外れてでもいいしという思いからが一つと、それから、お休みの子供のね、皆さんも、この日は行かない方がこの頃目立つようになってきたと、はい、ということで、やはり地域で、慰霊をするということもいいんじゃないかなと、こういうの思いからですね。なるほどね。そうやって地域の皆様が集まり、そしてこの慰霊の日のコンサートにですね、参加する皆様が多く集まりましたけど、こうやって1回2回とですね、そしてまた今回今年3回目を迎えました慰霊の日のコンサート。さあ、今回の何かまた1回2回とそれぞれね、テーマがありますもんね、富樫さんね。はい、慰霊の日といっても、はいはい、テーマは あるわけですが、今回はやはり尖閣列島をめぐっての日朝との緊張をですね、一触即発の関係になっているので、そういう状況で死者の言葉が聞けるんじゃないかなと、ということで、ティーノインジラー維持引け、維持のインジラーティー引けという一つ のキャッチフレーズをですね、持ちまして、すなわち手が出そうと思えば意地を引け、意地が出ようと、意地というのは戦争をやろうと、そういうことですね、手を引けという昔からの沖縄の句がに言葉ね、これがありましたので、これを一つ死者の声として受け止めようじゃないかと。メッセージですね。そういうことでね、今回はそういうことをメッセージして、そういう緊張関係の中にはね、私たちはやはり原点は心が慰める、和むような、言葉ではですね、こういう表現をしました、緊張する今日、生きている者の荒ぶる心を慰め、心配する死者に安心して眠ってもらいたく、
まあ、子守歌というようなものを中心にですね、うん、今回は慰霊のコンサートをやろうと、うんうんうん、まあ、そういうことが死者に向かっての、うん、まあ、あれにもなるし、私たちもそれによって、うん、非常にその慰霊の気持ちもなるんじゃないかなと思っておりました、うん、なるほどね、うん、本当にやっぱり伝えるというものはすごく大切なことですからね。さあそこで、東海さん、1回目2回目とこの慰霊碑のコンサートなんですけども、うん、きな公民館で行われたじゃないですか、はい、はい、そして今回また場所が変わりましたね。そうですね、うん、本来は紀南公民館でやるべきなんですが、うん、ただ紀南公民館が改築ということで、うん、7月7日まで使えないということでしたので、うんうん、紀南小学校を利用させていただきました。紀南小学校の体育館ですね。体育館を利用させていただきました。紀南小学校の体育館で行われましたこの慰霊の日のコンサートなんですけども、うん、さあ今回どういうこのプログラムになっていましたか、富樫さん。まあ大きく分け、まあ大きく分けてという表現がいいのか、それとも、うん、まあ一貫したテーマなんか分かりませんが、うんうん、とにかく一つはまあ慰霊の慰霊に関するような音楽、もう一つはその東北大震災のですね、まあ、死者に対する慰霊というようなことも含まれているわけですね。でこれなぜこの東北大震災の時にこの慰霊、ごめんなさい、慰霊の日に東北大震災の死者に対する亡くなった方に対する慰霊をやるかという、はい、その意味付けをですね、うんうん、まあ、ずっとやったわけですが、うんうん、これはまあ、共に日常をね突然断ち切られたというような共通点がありますし、うん、それから大震災、東北の大震災の跡形、町の状況は、うん、まあ、沖縄戦で町がもう全壊した状況と非常によく似ていて、うん、そしてそこで立ち、まあ、呆然としている方々と非常にダブってくるということで、うん、まあ、今のこの慰霊をこう私たちやるということは、まあ、遠くで亡くなったことに対する一つの共通ではないかと、うん、今という時点からまあ、昔の人も慰霊するし今の方も慰霊したいなとというような思いで、まあ、東北大震災応援の歌関係も入れているわけですね。なるほど。それでね、うん、その歌はその、まあ、この歌は今回は花は咲くという一つのね、うん、NHK の復興ソング、ね、これをね地域の人で歌おうと、うんうん、ということで今回は多くの方が、できるだけ多くの方が出ていただこうと、うん、いうことで、まあ、企画しましたね。うん、そしてまあ、この歌はもちろんその亡くなった方を慰霊し、また東北の復興をのことを応援するよという意図を込めたわけですが、うん、まあおそらく私たちは遠い沖縄にいて、忘れませんよと、うん、皆さん方のことを忘れませんよということもあるし、うん、ね、今そしてまた何かあれば私たちの身の丈に合うような支援はこれからも続けますよというそのメッセージを込めて、うん、まあ、歌ったということですね、うん、なるほど。歌っていかがでしたか、富樫さん。まずこれですね、うん、歌うことについて多くの参加者が、はい、賛同してくれたということで、うん、まあ、現実的にいろんな状況があって30名ばかりになったわけですが、実はもうそれ以外のですね、私たちも歌えるよというような声はたくさんありまして、まずはたくさんの人がこのその花を咲くということに対して共感をしていただいたということと、まあ歌った
結果は、うん、まあ、どのように、ね、参加していただいた方が受け取っていただいたか分かりませんが、これとはですね、この花は咲くの前に雨にも負けずというのも歌ってるわけですね、うんうん、でそこにもね、かなり意図、宮沢賢治のですね、宮沢賢治の雨にも負けずというのも歌って、これアメージンググレイスに乗せて歌ったわけですが、うん、行って、病気の病人の、うん、ところに行って、まあ、怖がらなくてもいいとか、あるいはいなたわを背負った母のところへ行って何々するとかですね、うん、このその行ってという言葉がもう非常に宮沢賢治の言葉にこの私なんか響いてきたので、うん、まあ、そういう行って何かしてあげたいなという気持ちも込めてですね、歌いましたので、ね、まあ、どのぐらい歌う側はね、うん、そういう私たちはそういうような意図がありますよ、ね、うん、まあ、聞いてくれた方もおそらく、うん、まあ、そういうことで共感いただいたんじゃないかなと思います、ね、さあ今回本当にですね、慰霊の日コンサートということで多くの皆様に参加していただきまして、またね、きなくも慰霊祭の方も無事、送ることができました。残りはまた CM の後、うん、ごめんなさい。お届けしております FM 読谷防災情報番組緊急時は786。さあね、先ほど、お話をしてくださっておりましたきなくの慰霊の日コンサート、6月23日きな小学校にて行われておりました。そこで東日本大震災のですね、復興テーマソングでもありました、花は咲くね、これを皆様で大合唱され、また、昔ね、戦争で亡くなられた人たちを慰めるためね、そして今亡くなられた多くの皆様のですね、死者のメッセージを届けようということで行われておりました慰霊の日コンサート、戸川さん本当にね、素晴らしいこの慰霊の日コンサートになりましたね。はい、皆様のおかげでございます、うん、はい、じゃあ最後にですね、戸川さんの方から今回ですね、ご協力いただいた皆さん、そして今後またラジオの機の皆様にメッセージの方もよろしくお願いいたします。はい、まずはきなくの皆さんはもちろん、きなく以外の皆さんか
からもたくさんのご支援いただきて、今回第3回慰霊の日コンサートを無事終了することができました、うん、これをまた続けていきます。またね、規模も拡大して、続けていきこうと思いますので、今後とも一つよろしく、皆さんがの方のご支援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、東海さん、お忙しい中本当にありがとうございました。はい、ありがとうございますね。本当にお忙しい方なんですけれどもね。でもね、こういうふうに、報告をしてくださるということはすごくありがたいなと思っています。はい、じゃあ続いての方ご紹介したいと思いますよ。みんな待ってたよね。お久しぶりです、玉木チャールです。はい、玉木チャールさんです。こんにちは。この時間にこの辺りに最近来ないから、もう道も忘れて忘れ物はしてちょっとギリギリに入りましたけども、いえいえ、でもね、はい、今日来てくださったというのも縁なのかなと思いましたね。だからってね、何って私手にもうすでに、うん、これですか？あ、そうです、そうです。持ってるんですよ。うん、これ何かというと、ですか、はい。今ね、ハミングしてました、この、あ、今流れてるじゃない、これね。そうそう、このパンフルートで流れている、この曲、花は咲くですけれど、NHK で、復興のテーマソングになってますけど、今先ほど、富樫さんが、この、きなくの、慰霊の日コンサートで、慰霊の日って言っても、それはもうこの震災にも心を寄せようということでやってますよという説明をねしてくださったところですが、私たちがこの歌い始める場面の時、子供たち、小学生たちがちょろろろろって出てきて、これ持って絆絆絆絆絆絆絆って言ってくれたの。鳥肌が立つ。それがシューッといなくなって、それで東北の歌が始まったんです。ねえ、今これね、富樫さんがバトン代わりに置いてってくださいましたので、はい、私もこのお話からそう、ね、はい、これね、ラジオ聴きの皆さんにはちょっとね、見せることはできないんですけど、うん、子供たちが書いた絆というね、上手だね、上手ね、お習字で書いてあるんですけどもね、これを持って、子供たちがね、絆、うん、絆と言って、そう、ああ、いいね。言ったときすごい鳥肌が立っちゃった。ね、なんか一瞬にしてこの想像しちゃった、うん。子供たちがね、なんかね、うん、そんな風にね、言ってくれたんですよ。だから、うん、それで、幕が開けたっていう感じで、まあ、23日の日、午後で、うん、暑かったんですよ。体育館の中がですね、もう鼻血が出そうなぐらいでしたけど、そこでみんなで歌っていい汗かいて、うんうん、で、私はちょっとお邪魔できなかったんですけど、その後、いい、ダン乾杯もあったみたいで、みんな、ああ、よかったね、やってって話が聞こえてきてました。なるほどね。はい、ね、今回ね、またこの、玉木チャールさんの方もですね、はい、きなくの慰霊の日のコンサートの方に、うん、歌いましたよ、ね。そうそうそう、歌ったの、私。っていうことでね。ソロ？いえ、いえ、ソロじゃないよ。あ、ま、なんか、一小節分ぐらい、なんかソロの小説もあるみたいなぐらいで、うん、もう、ソロじゃなくてみんなで合唱ね。うん、やってみる？やってみる。でも、練習一回しかやらなかった。あ、じゃあ、そう。じゃあ来週。あ、違うか。また次回にね。いやいや、うん、本当にね、皆さんご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。ね、ありがとうございました。たくさんの方来ていただいた。なんか、展示もね、されてたようで。そうなんですよ。ね、うん、それもね、きなくに住んでる、佐藤洋一さん、空風の、はい、ケーキ屋さんのね。ケーキ屋さんね。で、彼が持ってきてくれた、その津波の、瞬間というか、本当にもうバーンとぶつかってるところの写真で、前ね、うん、復興支援番組というね、紹介したことがあると思うんですけど、うん、あれお友達が撮ったという写真、うん、写真を一枚と、あと私はその私が生まれて育った仙台市若林区というところですけど、うん、もう仙台市って100何万人いるんですよ、うん、そのうちにその被災した人たちの数ってすごく少ないのね、1万人いるかいないか、もう本当にひどい被災の仕方、うん、全然スポット当たってないでしょ、うん、だけれども実際には平野部としては世界最大級の津波と言われているので、その津波の前後の写真を比べてみていただけるように、うん、なるほどね、こんなに物がなくなってるよと、うん、もう本当にただ白砂っていうか、まあ茶色い砂というかね、うん、そういう砂がただいっぱいになってるよというところの写真とかを飾らせていただいて、うん、はい、なるほどね、それをまた目にすることによってね、うん、考え抜くこともたくさんね、うん、もちろんね、だからこの復興支援っていうのももちろんまだまだ必要なことなんですけど、うん、であとは防災で、ね、ほら一番は防災から考えていかないと、うん、
難しいじゃないですか、うん、私たちもこの復興支援の番組一緒にやってても思ったじゃない、はい、やっぱりどこ、うん、どうやって伝えたらそこまでたどり着くのだろうかと、うん、でもやっぱり人間って自分に近い問題じゃないとピンとこないところがあるわけだから、うん、そういう点では防災って言われたところから入れば、うん、あ、そうなんだ、うん、だからこのね、このなんていうの、かわいそうな人だから助けるとかそういうことだけではなく、うん、ね、みんなで防災それから復興、うん、復興っていうのはだって、ね、台風が来たって、うん、何があったってあるわけよね、うんうん、復興っていう問題は必ず、うん、そういうところでまた考える材料にしていったらね、そうですね、いいかなと思いますよ。本当ね、うん、さあ皆さんね、この番組でも皆様にね、お伝えしております防災、はい、ね、その意識を高めるためにもこの1時間ですね、少しずつでありますが皆様と一緒に考える時間として、情報を発信してるんですけれども、もっと素晴らしい情報を今日ですね、玉城千春さんに持ってきていただきました。ご紹介ください。ピンポンパンポーン読谷村民の皆様にご案内申し上げます。はい、はい、実はですね、私の、まあ、友人でね、うん、あ、番組にも、うん、その、また友人の方が出てくださったじゃないですか、豊田さん。覚えてます?豊田さん覚えてますよ。SOS、チーム SOS の。はい、ね、彼なんかも共通の友人ですけれども、宮城県、うん、東松島市出身で、うん、水難学会の理事をされていて、うん、しかも潜水士で、で、安倍淳さんという方なんですけど、はい、潜水士とかあんまりこうピンとこないでしょ。あ、ダイビングしてるわけみたいな。うんうんうん。う、潜水士って言ったら、なんだ、海猿とか。そうそう、あ、よくわかる。でしょ、私ダイビングしてる人と思ってた。あ、なんだ、ずいぶん楽しそうな人だねって思ったら。いや、今、海猿は皆さん知ってますよ。海猿って猿だと思ってたもの。違うんだね。猿でもない。うん、で、うん、そう、そのね、海猿とかの先生ですよ。うん、全国の海猿の先生。すごい。救急じゃなくて、なんですか、ライフガードとか、うんうん、あと消防隊員とかの人たちの全部の、うん、あの消防署員の先生をしているぐらいの方で、安倍淳さんとおっしゃるんですけどね。この方ね、この水難学会で潜水士でって潜れるんでしょ、だから、うん、っていう方だけど、実は東日本大震災の時、自分も流されたんです。ご本人も。うん。まあでも流されても生還されたから今こうやってね。そうですよね。来てくださる、うん、この方が防災の対策講演会ということで読谷村でしてくださることになったというお知らせに参りました。すごい、すごいでしょ。すごい、絶対すごいよ。大切。ちょ、こういう人にの生の話を、うん、まず沖縄にいながらにして聞けないじゃない。聞けない。また聞きのまた聞きのまた聞きぐらいで、あーとかね、うん、まあテレビとか、うん、でもテレビはやっぱりね、分かる通りやっぱり公共のところで話せることと話せないことがあるんですよ。なるほど。そこは難しい、うん、だから、うん、やっぱり実際に聞いて質問して、うん、理解して、うん、というこの作業が必要だと思っていたところ、うんうん、この安倍さんは今回は実は読谷村のために来ますとか、私に会いに来るわけじゃないわけ。うん。で、何かというと、この着衣衣って聞いたことある？着衣衣？うん。着衣って、洋服を着たまま、どうやって浮くかってこと。ああ、はいはいはい。ね。うん。浮くんですよ、人間は。わかりますか、みゆきさん。怖いから、海は。だからそう思うでしょ、うん、で、って言って、ギューってしたら沈むわけ、うん。石のようになるから。じゃんけん、ポン！パーです、パー。パー？体がパーになったら浮いてるわけさ。ちょさん、なんか研修受けたの？私はやったことありますよ。そうなんだ、うんうん、やったことある。すごい。で、まあ、ペットボトルとかね、一つ何でもこう浮いてるものを持てば浮くんだから、それをちゃんと分かってれば沈まないって分かるじゃん、うん、でもほら浮かないかも、うん、ダメかも、うん、私大きいしとか思うと、うん、そうブク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 ってこう体が固まるからね。それだけで意識の問題もあるわけ。だから習うと習わないは大きな違い。でもこの着衣はね、でも今回私たち襲われないんですよ。ごめんなさいね。これかなと思ってプールで、プールがないとできないので、うんうん、でもこの着衣に関しては安倍さんは、うん、着衣の講師を養成するための講師として来るわけ。沖縄。なるほどね。で、沖縄に呼ばれたのはこれなんだけど、うん、でもせっかく来るから。うん、ちょっとどうしようかねみたいにね、うん、もったいないしって思ってくれたみたいで、うん、はい、そういえば読谷に玉木が言ったさと思って電話をくれて、うん、で、いや、もう朝一番から電話が鳴るから何かなと思って、うん、で、出たら、
実は沖縄に行くんですよって、うん、おーそうですかって、もう私飲み会のことしか考えてない、あそうですか楽しみにしてますみたいなね、そしたらねって言って、うん、ちょっと時間もしあれだったら読谷にも行けるけどみたいな、うんうん、ってなぜ思ったかっていうと、今までも他の市町村から声をかかってるのに、うん、なかなか実現しなくてお断りしたりとかっていう話もちょっとちらっと聞いたりとかしてたので、ああまさかこっちに話が来るとは思ってないので、うん、まあ、せいぜい飲み会のお誘いだと思ってたそしたらその話で、ちょっと待ってくださいよみたいな、実はかねてから読谷村の方からも、うん、まあ、村長も副村長もそういうことを気にされてね、うん、もうあの村民一人一人にいちいちこういうふうにはお話しされてないかもしれないけど、何かやっぱりこういう直接聞ける機会がないと皆さんの意識も高まらないだろうし、わからないでしょうと、何からしていいか、だから話を聞ける機会があったらいいねって言われてたので、はいと思って、これは実は村議会の議会期間中でしたけど、慌てて連絡をしてですね、休み時間にで OK もらって、そしたら総務課の方々が皆さんこうあの手足となっていろいろ動いてくださって、で読谷村主催というのがバンと、なるほどね、これすごいことですよ。そうだよそうだよ、みんな本当にだって羨ましがられるもん、他の市長さんからいいなって言われたから、いいよ来てもっていうね来てもいいよ、読谷村にチャールさんがいてよかった。いやとんでもない、そんな大げさな話じゃないですけど、でもねやっぱり、うん、この心を寄せてくださる安倍さんがすごいでしょ、まず素晴らしい、いや思い出してくれるんだもんだって、そしてしかも何か自分にも役立たないかな、ね、ということで声をかけてくださったっていうことは、だってね最初ね安倍さん言ってました、うん、自分流されてこんな仕事してるの流されてって言えないなと思ったって。そっか、本業ですからね、うん、しかも講師として教えてるので、なんかどうしたらいいのと思ったけど、うん、私が生き残った意味はこれだと思ったって言ってらしたから、やっぱりそういうことでね思われた人たちは強いわけですよ、意志が固いというか、うん、どうにかしてこうみんなに教えてあげたいって、うん、沖縄に何回かいらしてるので、うん、沖縄大好きって言って、うん、もう沖縄の人のためだったら読谷のためだったら何でもしますよって言って、うん、もう来てくださるんですよ。嬉しいね、すごいね、すごい、うん、本当に頭が下がります。そうだよ、なんかプレゼントして何しようかな、ベニモ持ち帰れないベニモあげてもどうしよう、生でかじれみたいな空港で取られちゃうよ、ね、なんかないかな、ね、本当ね。さあこの詳しい内容時間などはですね CM を挟みまして皆様にお伝えしたいと思います。今日は津原さんが来ておりますよ、thank you.
はい、FM 読谷タウン、復興支援番組って言おうとしちゃった。復興支援番組懐かしい。なんか、シュプレヒコールみたいにないのはつまないね。なんかね。ほんとね。番組タイトルも、緊急時は、786!、うん、みたいな。なんか言ったらいいんじゃないの？オープニングは全然違うの。聞いたよ、聞いたよ。あ、聞いた、うん、聞いてるさ。これに変えよっか。うん。うん、そしたら、あのね、防災になるからね。そうそう、チャラさん告知をするんでしょ、うん、今。今なんかちょっと悲しくなる。そう、あ、そう、わかる、うん。とってもわかる、これ。はい、じゃあ、ちょっと緊迫感のあるもので行きましょう。はい。これ UFO？ さあ、ルルルー。来るよ。さあ、玉木千春からの皆様に告知でございます。宇宙からのメッセージです。嘘。あのですね、皆さん、ぜひお越しいただきたい。主催は読谷村役場です。読谷村防災対策講演会ということで、うん、一般社団法人水難学会理事安倍淳さん、この方は宮城県の東松島市のご出身の方で潜水士の方です。自分自身も7キロ流されて生還されて、ここに、今私の手元にチラシがあるんですが、うん、大津波、漂流、そして歓喜、絶望、不安、そして希望ということで、このいろいろな気持ちをこの2年3ヶ月、もう間もなく4ヶ月になりますけども、味わったものについてお話を実際の声でしてくださいますし、またこの体験を後世に伝えるためにはどうしたらいいかという話を一緒にしていきましょうということで、時間の方は午後3時から4時30分までという時間なんですが、場所は文化センターの中ホールです。この中ホールで4時半まで終わった後ですね、その後は安倍さんに直接いろいろ質問もしていただけるように、今度は2階の和室の方でちょっとゆっくりね、1時間ぐらいお話を皆さんとできればということで、安倍さんからも立ってのご希望で、もうみんなと話をしないと、まずはねそういうことが進まないだろうという話がありまして、そのようにアレンジさせていただきました。総務課の方々が皆さんねいろいろ手配をしてくださったんですが、そしてそこでお話をゆっくり聞けるから質問できるじゃない、それが素晴らしいかなと思ってるんですよ。なるほどね。実際に経験してるからこそ答えられる分ってあると思いますね、うん、そう。そして、これすごいことだねってさっきみゆきちゃん言ってくれたけど、本当にすごいことなんです、何があってね、人の前で話したいと思ってくれる被災者はそれほどいないということです、それを皆さんもう本当にこう彼の場合はこれが私の役割だということでになってくださってるわけですけど、このお気持ちをですね、ぜひもうそのままいただいて、私たちは今度私たちの周りの命を助けるために何をしたらいいかねっていうことを考えたらいいかなと、それからまたもう一つには復興、それから東日本大震災にも思いを馳せていただきたいと思うんです。本当ね、もうこの防災といってもやっぱりなかなかね進まないのが本当に現状なんですよね。そうなの、分かんないから、だってほら、例えば東日本大震災が初めてだったりする人もいるじゃん、今まであったっけみたいなぐらいしか遠かった人もいるからさ、分からないよね、でも何津波って震度2でも起きるんだよ。起きるって言ってましたね、私見ましたよ。見た見た、震度2でも起きる、この間も震度2あったじゃん。あれも本当にあんな真夜中になってから、あんな夜に震度2あって私分からなかったんですよ。それは酔っ払ってるからさ、また震度2とか、あんなで、あんなでも、で夜暗かったらどうするの、ね、ね、そう、千春さんがねこの以前ね番組の中でもお話をしてくださったじゃないですか、こういうこの明るい時に、この災害が起きた時っていうのは多分対処しやすいだと思います、やっぱ見えるし、ね、皆様がどこにそれぞれ、一人ではない部分がたくさんあると思うので、しかしこの災害っていうものは時間も関係なく、季節も関係なく起こりうる、そんな時じゃあどういうふうに対処したらいいのかっていう、対処の仕方も一つではなくていろんなパターンを私たちは経験しなきゃいけないなということもね、そうなんですよ、でもう20分ぐらいで今回来たでしょ、津波ね、20分早いところで、そうじゃない2分でも来るんですよ。怖い、これ2分で、2分でどうする、逃げられるの、逃げられるでしょ、枕にするか金庫にするかとか思ってる間に来ちゃうっていう、そう、でいつもどう考えてるかが出るわけよ。そうだね、だからやっぱり避難訓練も必要で、ね、番組前の番組の時も言ってましたけど、私たち東北の人間は年に6回やるんですよ、6回、避難訓練、全然笑わずにもう真剣にっていう意味よ、それでもあんなことに遭うわけですよ、
じゃあさ、避難訓練してない私たち、今読みたんでしてない人たちも多いでしょ、うんうん、してない人、あるいは避難訓練やっても、ね、学校でやったよってヘラヘラ笑って、うん、ははは今日ね無事終わったねって学校でね、うん、そんなで終わってて大丈夫なの本当にと、うん、いうところを気がついてほしいし、うん、それをねだから今回の講演会とかでも、うん、もうほら昼間の時間帯なんでね本当にね、うん、もう残念なんですけど今回はちょっとね会場の都合とかもあってこのね昼間の3時からという時間帯になってしまったので、うん、だから誰か例えば家族の一人でもいいわけ全員で来れなくても一人とかなるほど代表でね お友達誰かでそのまた聞き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 でもいいから、うん、この話を、うん、本当に流された人の話を本当に怖かったという水に慣れてる人でも怖かったんだから、うん、何が起こるかわからないっていう話、うん、沖縄はこんな海に囲まれていて読谷村は本当に津波とかもお友達って言えるようにならないとダメよね、うん、あなるほどね、うん、でも確かに本当に沖縄本島海に囲まれてますからねそう考えると今回のこの講演会っていうものは私たちに本当に必要なことをうん、お話ししてくださるのではないかなそうですよと思いますよいらしてください、はい、もう一回言いましょうかお願いいたします7月1日、うん来週の月曜日です午後3時から4時30分まで読谷村文化センター中ホール入場無料です、ねで主催は読谷村役場ということで、うんこの講演会4時30分終わった後も会場を移しまして、2階の和室の方でこの講演者に、ですね、阿部淳さんからお話を直接伺うことができますのでぜひいらしてください読谷村防災対策講演会のお知らせでした、はい、さあ私たち読谷村の方もですね、防災に意識を高めまた、自分の命を守るためにもまたね、隣近所の子の命を守るためにもまずはそういうこの防災というものをしっかりうん、見つめ直しまだ考えなければ、うん、何も行動が移せないのでねそうなのまずは聞いて、うん、そうそうまずは聞いてそして何からしたらいいかをまず想像する力というかね、うんうんうん、そこに行けば、うん、別にいいんでその後カップ麺買いに行くだけでも、うん、まずそこからでもいいんじゃないかなと思う、うんうん、ね電池多めに買おうとねそうそうそう決めたとか、うんうん、それでいいと思うんでそれからですよねはい、はい今日はもう本当にねもっともっといろんなことを聞きたいことが、ね、たくさんあったんですけど、ね、すごく早口で喋っちゃったたまには出なきゃね、はい、たまにね、うん、たまに呼んでまったじゃんね、うん、今日はね本当にたまたまお休みだったのはい電話してよかったと思いましたけども ねでも皆様にね本当に大切なことをお伝えするために、はい、今日はですね玉木千春さんの方で、この体験を後世に伝えるということで講演会のお知らせをさせていただきましたありがとうございましたはいもう時間いっぱいいっぱいになりましたけれども ね、 ギリギリまでとんでもないですぜひ多くのね村民の皆様が来てほしいので、はい、ぜひぜひ呼びかけていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします東北復興支援の話は明日の朝もさせていただきますあら9時何分15分ぐらい9時ぐらい楽しみにはい皆さんまたさようなら